あ、ついにこいつが主人公か。でか。筋肉ムキムキ、ゴリゴリマッチョアドベンチャー。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ライです。というわけで今回は記者の筋肉ムキムキ、ゴリゴリマッチョアドベンチャー。さっきからずっとタイトルコールしてくれてんだよな。もうなんかもうまたあの筋肉で解決する系のアドベンチャーゲームということで、早速やっていきたいと思います。それでは早速、逃げ。水着美女 A。 いやー、今日もビーチ、穏やかだね。あー、なんか、ビーチの一場面か？なんでそんなフラグじみたこと言うのよ。話の流れ的に、絶対この後、何か襲ってくるパターンじゃ、すごいめたい。水着美女 B、 めっちゃめたいこと言うな。うわー、来た。キャー、魔王が大量発生して襲いかかってきた。魔王が大量発生したの魔王なんだ、まさかの。フラグ回収が早すぎる。シャッシャッシャー、くし、どういう笑い方？しかも魔王 A っていう表記なんだすごい。だとしたら相当いるな。あー、やばい、水着美女が王女。どうやら魔王が海岸で大量発生したらしい。すでに水着美女4名が犠牲になってる。勇者たちを何とかしてくれ。わかりました。世界一のイケメンとみんなからよく言われるハロルド様にお任せください。すごいナルシストタイプだ、このハロルド。任せろ。宇宙一のクールビューティーと噂されているこのテレーゼ様が華麗に魔王どもをやっつけてる。いや、なんだちょっと待って、この勇者パーティーもしかして全員ナルシスト系か。なんだこいつら。任せなさい。このマーシャ様が魔王どものあーを握りつぶした後で、ふーを凍らして握りつぶすのは何放送できないこと言ってるマーシャ。わかりました。空前絶後のインテリであるこの私が仮、あー、略された。リッキーズだけなんで略されたんだよ。まあ行くしかないんか。オッケー、行きましょう。とりあえず王様話しかけは何もできないか。まあセーブしましょう一旦。まあ持ち物とか何もないよね。みんな大好き人気者ハロルド、まあ、特にないだろうなきっとな。自分のことを2枚目だと思ってる。3枚目めっちゃかわいそうじゃん言い方。マーシャは言葉遣いが悪すぎる。まあさっきので大体分かったね。ルキウスは変なことばかり知ってる上に話がないそんな言われるルキウスかわいそうだって。オッケー、まあ、とりあえず一旦行きましょうか。これでこっち行くしかないんだろうね。うわー、なんか、ま、魔王もっと増えてない？大丈夫？シャッシャッシャーク。何？思ったより魔王が多い。うわー、死にたくないよ。てれーぜ、お前。急に雑魚みたいなこと言うやん。ちっ、こんなに魔王がいたら、もう、潰しきれないよ、そんな。マーシャ、本当に何言ってんだ、お前。強敵の大群。ふふ、私の実力を見せつけ、お前、略されすぎだって、リキューズ。多分話が長いんだろうな、こいつな。みんな落ち着け。特にテレーゼ。たとえ、どんな強大な敵でも、ひるむんじゃない。俺たちの手で、平和を取り戻そう。そうだ、ハロルド頑張っちまえ。勇者さん、感動しました。そうね。いくら起きても、私たちのやることは、ただ一つ。敵の、ふーを潰すことね。本当に何言ってんの、マーシャル。こんな敵でも言葉遣い悪いな。皆さん、行きましょう。大量的にはエンジンが有効です。なぜなら資格、まだ語るかルキウス、お前長いんだって。俺たちは絶対に負けない。さあこれで行くしかないのか。勝てんのか、あれ。早いって。ハロルト一行は即死してしまった。魔王の大群にやられてモザイク必須な状態で発見されたというモザイクどんな状態で発見されたの本当に。魔王の大群はどうやら町の方にも向かい始めたらしい。このままじゃ私たちもモザイク必須な状態になってしまうのでしょうかなんでそこを心配してんだよ牧師。自宅、あ、ついにこいつが主人公かでかあるのでけえ、筋肉でかすぎるって。どうしよう、このままじゃ僕たちは魔王の大群にやられてお星様になってしまう。怖いよ、お前その体怖いっつってんのか見た目と比例してないんだよな気持ちが。あ、なん、電話だ。幼馴染のニナから電話だ。何？あ、ニナ、なんかキャラデザ可愛い急にどうやら私はここまでみたい。家の外が
魔王の大群に囲まれてしまったの。うわ、ニナ。すげえ絶望的な状況だな、それ。そんな、アルト助けに行け。どうにかお前なら何とか勝てるって。アルト、最後に、君の声が聞けて、よかったよ。ニナ！ガチャリ。あ！電話が切れた。アルト、倒しに行く？ニナ、今助けに行くぞ。さあ、行こうか。行こう。早速、アルト、アルト強すぎるって。レベル99なの、お前。よりによって。筋肉を極めた男。彼の前では魔王はまるで赤子の。どんだけ強いんだよ、こいつ。強すぎるって。さっきの勇者1個より全然強いじゃん、こいつ。よっしゃ、行くぜ。寝ると変わんないもんな。オッケー、行こう。ニナの家、ここからひたすら右に進んでいったところにあるあったはずだ。死ぬのは怖いけど、ニナの命がかかってるんだ。進もう。さあ、行こう。こっち行ってことやな。さあ、うわ、なんかいる。強いって。アルト強い。いや、俺何もしてないのに。アルト何もしてない。お前強すぎる。お前勇者の方がいいよ、多分。職業。なんでボディービルでやってんだよ、お前。行け。道中、魔王らしき何かに接触した気がするけど、きっと気のせいだよね。魔王があんなに弱いわけないし、自分の強さを自覚したいに食べたこいつ。それより、もうすぐしたら、ニナの家に着く。魔王はきっと、道中を襲ってきた敵の何百倍も強いはず。だから、覚悟して挑まないと。さっきのも全部魔王なんだよな、多分な。お前強すぎるってアルド。いいの、こんなんで。いっぱいいる。すごい量だな。さすがに負けるか。なんて嘘だ。こんなの無理だよ。シャッシャッシャーくっす。さ、これで？もうなんかいろいろボコされてる、ボコされてる。やばい音聞こえる。お前が勝つんかい。意外となんとかなったよ。でも、魔王がこんなに弱いわけないよね。やっぱりあれは、大きなネズミだったのかな。もう赤子ですら認識されてネズミなんだ。とりあえず、ニナの安否を確認しよう。ニナ、大丈夫かお前。ニナ、生きてる、よかった。ニナの家ちっちゃ。アルド、来てくれたんだね。外の大きなネズミは全部僕が何とかしたよ。だから、もう安心して、アルド。なんてお前強い。それ、多分魔王、そう、マジでそう。何、電話？電話が鳴ってる。知らない電話番号だ。大事なようかもしれないし、出てみるか。私の名前は、マザー魔王。魔王たちの発生源よ。つまり、諸悪の根源的な存在。まさかの黒幕が出てきたもん、いきなり電話で。なんで電話してきたん？よくも私の子供たちを60体以上もやっつけてくれたわね。許さんな。本当はちょっとだけ口調がマザーなんだな。水着美女が襲われたビーチの近くにある王国研究所に向かいなさい。そこで私と決闘よ。決闘。さすがこいつは強いだろ。もし決闘に来なかったら、魔王1000体生み出して王国の人間全員墓場行きにしてやるわ。ガッチャリ、なんでお前ら全員電話で出てくんだよ。ようやく僕の筋肉の存在意義が分かったよ。今から僕一人で研究所に向かおう。アルド、ようやく自分自身の強さとかもろもろを理解できたんだね。ようやく。やっぱそうだったんだ。ずっと自分のことね、弱いとか言ってたんだろうな、きっとな。頑張ってね、応援してるよ。しゃあ行こうぜ。もう早速着いた。船で来たんかお前。よし行こう。まだめっちゃ弱い。全部が弱い。すべて。アルド強いってお前。こいつが最深部。お前が諸悪の根源か。マザー魔王。そうよ。私こそがマザー魔王よ。やべ、なんかこの少年、めちゃくちゃ強そうじゃん。絶対私負けるじゃん。どうしよう。やっぱ、さすがにマザー魔王でもこいつにはかなわないか。こうなら、でっち上げでもいいから、悲しい身の上話をして、倒しにくくしてやる。すごい卑劣。まあ、ある意味魔王らしいっちゃ魔王らしいのか。私に、か。もういきなり無視したな、アルドな。よくも水着美女4名と、ハロルドさんたちを、葬儀場送りにしてくれたな。ユウさん、もう無視。話聞くとかない。ギャー。
早いな、吹っ飛ばしたな、もう。あ、終わった。制作者、マブル445様、ありがとうございます。筋肉で全部回収してったな、最後。遊んでくれて、ありがとう。筋肉抜き。またこれか。はい、というわけで今回こちらの筋肉ムキムキゴリゴリマッチョアドベンチャー、こちらのゲームやってきました。いやー、もう筋肉は全てを解決するってことですね。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。